はいどうも、テケテケです。はい、とつ、はい、今回結婚化したカエサルちゃんですが、いや、またかなりスキル伸びましたね。ちょっと一緒に見ていきたいと思いますが、ちょっと今回ですね、こちら、検証サーバーの方でカエサル登用しており、いつも分析動画終わった後、対人戦なんかを SKG メンバーとやってますが、今回に関しては、いつもの SKG メンバーがいる検証サーバーではないので、まあ、もしよかったら、はい、こちら、331サーバーの一寸単身、レベル120などですね、はい、ここのサーバーの、こちらテケテケとの、新嫁カエサルとの切磋フレンドですね、募集したいと思います。はい、一緒に新カエサルについて深掘って検証したい方で、あと実際に動画に戦いが映るので、まあ、それを了承いただける方、一緒にカエサル切磋で戦っていきましょう。で、申し訳ないんですが、一応条件付けさせてもらうと、まあ、今このサーバーの方のレベルが127になっているので、まあ、プラマイ15ぐらいなんで、142が高い方で低い方が112ぐらいの方でカエサルと戦ってくださる方募集したいです。なるべくいろんなキャラクターと戦いたいので、重複するキャラクターだった場合にはもしかしたらフレンドを断りする可能性があるので、その点もご了承いただければと思います。はい、嫁カエサル果たしてどんな活躍を見せるのか、切磋のご協力ぜひよろしくお願いします。はい、でこのサバ昔にも SKG 作ってるんで、2回目ですね、はい、SKG2 のグループチャット、はい、こちらに作りましたので、ご希望される方はこちらと一緒にフレンド申請送っていただいて、切磋参加しますと気軽に送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、ちょっとで新しく読み化して強くなった MR カエサル見ていきたいと思いますが、まずまあやっぱりここですね、偏差ダメスキル、はい、また大量の説明文乗っかってきましたね本当に初心者殺しなのよこれ、運営さんの。はい、まあでもクソでもしないとテコ入れが足りなかったというぐらい、まあいろいろ入りましたね。マジで強くなりました。はい、見ていきましょう。まずは開幕ですね、出陣時から戦闘終了まで、まあ、99ターンの守護状態になって受けるダメージが 65% 減少で、あと守護状態になるとカエサルの場合には会心率が 65% 増加ということで、守護が乗っかりました。まあ、守護はダメージカット機能しかないものになるので、これでだいぶ硬くなりましたね。でカエサルの場合、もともとこの防御無視攻撃に対して自分の物理防御力を使って筋力値ベース防御無視攻撃を割合カットできる副将であり、なおかつこちらさらに自分の防御力を使って攻撃力ベース防御無視攻撃すらも割合カットすることができるので、まあ、実は生身の肉体が結構他の MR キャラクターに比べてもともと硬いキャラクターだったんですが、今回さらにこの 60% ダメージカット機能が加わって、まあ、特に筋力と攻撃力ベース防御無視攻撃にめちゃくちゃ硬くなりましたね。まあ、特に攻撃力ベース防御無視攻撃に関しては今もうほとんどのキャラクターがここ固定値カットしかできないので割合カットできるんですよね。で確かこれちょっと検証結果の記憶が曖昧ですが、今流行りのバリアの時ってこういった 65% ダメージカットの機能なんかは非アクティブになってるんですね、バリア発動中は。ただ神髄共鳴スキルの方はアクティブになるので、この割合カットですね、確かバリア中でも攻撃力ベース防御無視攻撃なんかはこっちの割合カットで対応することができて、ちょっと記憶が定かじゃないですが、おそらくですがカエサルの場合、攻撃力ベース防御無視攻撃なんかが飛んできた時にバリアが他の副将ちゃんより壊れづらいという性能になってたと思います。まあ、今バリアも簡単に壊れるようになってきてるのは攻撃力ベース防御無視攻撃のインフレがガンガン進んでるせいなんですが、まあ、そのインフレに抗える割合カットが神髄共鳴スキルでできるキャラクターになってるので、ちょっとバリアと相性いいんですよねカエサル。でさらに今回、まあ、バリアが壊れた後も 65% ダメージカット機能がついたということで、まあ硬くなりましたね。はい、しかもちょっと一回耐久面にフォーカスして見ていきたいので、一番下いきますが、はい、こちらカエサルが撃破された時3回まで復活可能と、はい、しっかり複数回復活つけて復活後 50% の HP を回復と、まあ、回復量もいいですね。でさらに一旦の間カエサルが玉壁状態になると、はい、玉壁もつけてきました。はい、玉壁っていうのはこの玉壁の単数を一旦減らすことで、まあ、どんな攻撃でも完全に無効化すると、まあ、ダメージカットができる機能ですねがつくので、まあ、実質これ例えば敵の攻撃で復活後 HP 50% で戻ってきてもそのまま即死まで持ってかれちゃう場合なんかは、まあ、本来であれば3回復活して4回目で落ちちゃう流れなんですが、毎回玉壁が間に挟まれるので、まあ、プラス3回敵の攻撃カットできて7回分まで受け止められるっていうような耐久になりますね。いやこれもやらしいですね。はい、めちゃくちゃ硬くなりました。なんでもう耐久面は割と十分ですね、これだけあれば。神髄共鳴スキルも含めて、まあ神泉のぶつなばりの硬さには届きませんが、まあブリュンヒルドちゃんとかぐらいまではいきそうですね硬さも。まあブリュンヒルドちゃんも灼炎状態で敵撃破しちゃうと血病状態に戻っちゃって復活回数減るんで、それも含めたら場合によってはブリュンヒルドより耐久上になる可能性すらありますね。でその上で新炎定めスキルの攻撃面見ていきたいと思いますが、はい、まずはこちらですね、スキル攻撃時さらに自身最大攻撃力 100% のダメージが加算されるということで、もう今廃れてしまったこのスキル1スキル2のアクティブスキルに攻撃力ベース防御無視攻撃が乗ることになりました。はい、しかも威力がなかなか強く 100% ですね。でしかも見てもらうと最大攻撃力を参照するので、攻撃力っていうのは最小と最大の間でたゆたって、まあ、基本的に攻撃力ベース防御無視攻撃っていうのは不安定なんですが、このキャラクターの場合最大攻撃力ベース防御無視攻撃になるので、まあ、自分の最大
体攻撃力を常に参照したより強力な攻撃力ベース防御無視攻撃が打てるということで、いやめちゃくちゃ威力上がりますねこれ。あとで他の攻撃力ベース防御無視攻撃キャラクターとグラフで比較していきたいと思いますが、まあ強くなりましためちゃくちゃ。はい、楽しみにしていてください。はい、突然まあ殺傷力がこれによってかなり上がったんですが、はい、その上がった殺傷力を利用して自身のアクティブスキルが致命ダメージを敵に与えた場合、まあ、復活とか致死ダメージ無視とかまで敵を追い込んだ場合ですね、追い込むたびにその敵を1回追加攻撃して自身筋力値30倍と最大攻撃力 300% のダメージを加算されるということで、なんかやばいこと書いてありますね。で、攻撃対象は優先的に今攻撃している敵を選ぶということで、まあ追撃ですね。要は復活してきた例えばモルドレッドなんかに復活後にさらに最大攻撃力 300% をぶつけていくというような感じで、まあ復活後さらに追い込んでいくような形で攻撃回数を増やしていく流れになると。で、さらにですね、追加攻撃前自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合 100% の確率で敵の緑バフあるいは生後バフを2つ解除して、で、さらに 100% の確率で2ターンの間その敵を罪悪制裁状態にして与えるダメージを 30% 減少と、罪悪制裁がつくとこの罪悪制裁のターン数以下の白バフは効果を失うので、まあ、これ2ターンの罪悪制裁をつけるので、まあ、例えば利子の抗議なんかは1ターンだけなので、もし利子に罪悪制裁がつけば抗議の機能であるクリティカルダメージは完全にカットできるっていう、あの無敵機能を無効化することができて、まあ、利子に対してクリティカルダメージをガンガンぶつけられるようになるというようなイメージですね。ハイマーなんでめちゃくちゃ強く見えるんですが、ちょっといろいろほころびがあるのでここを細かく見ていきましょう。めちゃくちゃ重要です。はい、まずいい部分というか、まあ、基本的な動作見ていきましょう。はい、スキル1で一発目一番上のショウちゃん倒して、この後が今説明した追加の 300% 攻撃力ベース防御無視攻撃と筋力30倍が飛んでいって、はい、パーシバル1回目いきなり致死ダメージ無視まで持ってって罪悪制裁つけましたね。で、そのまま戻ってきたカイサルを落として、パーシバルがここで落ちたのでもう1回追加の 300% ダメージ、はい、次は帰国士に飛んでいって、帰国士もいきなり致死ダメージ無視まで持って帰ってして、はい、という感じで、まあ、どんどん殴っていって6回の攻撃のはずなんですが、めちゃくちゃな攻撃回数を、はい、実現することができていると。まあ、ガウェインあと一発で追い込めましたね。攻撃回数ギリギリ足りませんでしたが、まあ、爆発的に攻撃回数が増えた形になります。スキル1で言うと理論上6回攻撃なんで、最大毎回一発で敵に致死ダメージ無視をぶつけたり撃破すれば12回攻撃まで持っていけると。で、スキル2の方は6回攻撃なんですが、追加発動機能があって最大12回攻撃のキャラクターだったんで、12回攻撃に12回の追加攻撃で24回攻撃まで理論上は最大で持っていくことができるというような恐ろしい攻撃回数になるので、まあ、まず致死無視キャラクターや複数回復活キャラクターなんかにものすごく強くなりました。ただちょっとした欠点があって、まあ、一番見てもらいたいのはリシ相手ですね。まずこちらの場面、リシに対してカイサルで殴っていきますが、まあ、リシの抗議なんかをすり抜けてクリティカル連撃できるように見えるんですが、はい、実際にはこんな感じで完全にリシにカットされてしまいました。はい、説明文では罪悪制裁つけてリシの抗議を無効化して落とせるみたいな触れ込みだったんですが、実際何が起きていたか、はい、これ注目してみてみると、最初一撃目で一番上のシショウちゃん倒しちゃってるんですね。なんでシショウちゃん倒したことで、はい、罪悪制裁付き今リシについてますねの追加攻撃がここで出て、はい、リシこれによって致死ダメージ無視まで1回行くんですが、この後カイサルの次の攻撃は追加攻撃じゃなくて普通のスキル1に1回戻るんですね。で、その際修行によってダメージカット量とあと会心率が 65% 上がってるんで、結婚家でカイサルクリティカルがめちゃくちゃ出やすい状態になってて、はい、この後の攻撃が普通にクリティカルになって、これ追加攻撃じゃないのでカットされちゃうんですね。で、敵に致死ダメージ無視を与えるまではこのクリティカル連撃が続いてしまう形になって、はい、致死ダメージを与えないことには制裁をつけれないので、実はリシ相手に制裁つけながら抗議すり抜けてクリティカルダメージ連撃をぶつけまくるっていうのが意外と難しいんですね。はい、いろんなパターン見ていきましょう。今度はリシの方が HP が高いのでリシから殴り始めるパターンなんで、はい、こんな感じで一発目殴ってアクティブスキルの方でリシをまずは致死ダメージ無視まで持っていって、で、今リシ 59% の HP なんで、これ回復後 40% アップして 99% の HP になるので、まあ、カイサルの方が HP100% で HP パーセンテージで勝ってるので、ちゃんと罪悪制裁だったり敵の生後バフ剥がし緑バフ剥がしなんかが発動するので、戻ってきたリシに対して、はい、しっかり制裁をつけて、また致死ダメージ無視を、はい、抗議すり抜けてこれ実はぶつけてます。まあ、その証拠にこの後のリシ HP 回復して 100% の HP にここで、はい、なってますね。致死ダメージ無視を抗議すり抜けて消費させたことが分かると思います。はい、ただこの後ですね、今致死ダメージ無視を追加攻撃でぶつけたので、この後カイサルノーマル攻撃に戻っちゃうんですね1回。なんでそうなるとまたここからカイサルの攻撃が、はい、クリティカル連撃になって、ここから追い込めないんですね。はい、っていうような感じになっちゃうんですね。はい、突然めちゃくちゃリシに刺さってそうで、実は追い込みきれないというかゆい感じになりました。はい、あとブリュンヒルドとの戦いも見ていきましょう。はい、落として追加ダメージで、はい、その後ノーマル攻撃で落として、はい、この後、まあ、ブリュンヒルド反撃してきて 100% の HP で戻ってきますが、この後ですね、カイサルの、はい、追加攻撃 300% のやつ出てくるんですが、はい、まあ、ダメージ自体はものすごく強いですが、まあ、ブリュンヒルドの場合ここで狂乱状態
になってしまっているので罪悪制裁なんかも受け付けないし、あと成功バフ剥がれてないと思いますが、カエサル剥がすためには敵に HP パーセンテージで勝ってなきゃいけないので 100% の HP で戻ってきちゃうブリューンヒルド相手には復活後の聖護雷害を剥がすことがこんな感じでできないんですね、残念ながら。はい、なんでちょっとブリューンヒルドとも相性が悪いかなというような印象ですね。はい、戻ってきて欠票になってこれも剥がせないと、戻ってきた後の攻撃で剥がせてないことがわかると思います。はい、じゃあモルドレッドちゃんみたいなキャラクターだったらいけるかっていうと、はい、こんな感じで復活で戻ってきて、はい、ここで剥がしながら一気に追加攻撃見せてくれましたね。はい、ただこの後ですね、今追加攻撃発動した後一回ノーマル攻撃に戻るので、はい、こんな感じで援護をまた剥がせない状態がちょっと続くんですね。で今落としたんでまた戻ってきた後追加の剥がし攻撃が出てっていう感じで、まあ、追い込めるんで、まあ、モルちゃんぐらいならなんとかなるかもしれませんが、一回間に剥がせない期間が含まれる可能性があるっていうところですね。でそこで足踏みしちゃうと落としきれない可能性があったりするので、まあ、聖護バフ剥がし連撃キャラクターみたいにガンガンモルドレッドちゃん追い込めるかっていうと、こんな感じでややつまずく可能性があるっていうところですね。注意してください。はい、であと気になる部分としては、この最大攻撃力 300% だとか筋力30倍のダメージっていうのは会心攻撃可能とあるので、まあ、クリティカルが乗ることはわかるんですが、スキルの効果によって火力がさらにアップするのかっていうところですね。まあ、例えばカエサルのスキル1で敵の残り HP が 50% より高い場合ダメージが倍になるという効果があるんですが、まあ、この追加発動時敵の HP が 50% より高い場合に 600% の最大攻撃力になったらめちゃくちゃ強くなると思うので、はい、そうなるかどうか確認してみたんですが、はい、こちらガウェインですね。はい、致死ダメージ無視キャラクター、はい、致死ダメージ無視後今 66% の HP で回復して場に戻ってきました。まあ、つまり一応カエサルのスキル1のダメージ倍の条件は満たされていると。はい、どこでのダメージ、はい、4226万のダメージ、これを覚えておいてください。はい、じゃあお次はそのガウェインに対して今度は致死無視後回復量 42%、まあ、つまり 50% 以下の状態で場に戻ってきたガウェインに対して出すダメージ、はい、同様に4226万という全く同じダメージになり、まあ、致死無視後の追加ダメージの際敵の HP が 50% より高くても低くても特にダメージ倍が出るということはないということが分かりました。まあ、なんでこの追加攻撃はあくまで独立したもので、カエサルのアクティブスキルによる火力アップ要因には影響されないということがはっきりしました。まあ、ここを影響されたらマジで強いんですけどね。まあいいんです、ただでさえ強いんで。はい、あとこのカエサルの追加攻撃が、まあ、例えば本田忠勝みたいな長老キャラクターによって追加攻撃を引きつけられてしまうかどうか調べてみたんですが、カエサルのスキル1集中攻撃で攻撃力が高い相手を狙っていくので、はい、翔ちゃん落としてこの後追加攻撃出ますが、はい、その追加攻撃は、はい、別の相手に飛んでいったことから、まあ、長老によって引きつけられないということも分かりました。まあ、カエサル集中攻撃キャラクターなんで一体集中狙いのキャラクターなんですが、そのまま追加攻撃も長老なんかに邪魔されずに打ち込んでいくことができるということが分かると思います。はい、ちなみに今翔ちゃん落とした後李信に追加攻撃飛んできましたが、まあ、この追加攻撃、一発目翔ちゃんを殴った相手が落ちちゃってる場合ですね、どこに飛んでいくか問題、ランダムなのか何か法則があるのかってことですが、今李信殴りましたね。で別途こんな感じで、はい、翔ちゃんが今李信に対してバリア越しからマイナス1ダメージだけ当てて、まあ、ちょっと HP 減らしました。はい、この状態で同じくカエサルが一番上の翔ちゃんを落とした後殴る相手、はい、1個下にずれてレオニダスに追加攻撃がいったことが分かると思います。今みたいに李信にダメージをぶつけてなかった場合には必ず毎回李信に飛んでいってたことを私の少ない試行回数ですが確認できているので、何かしら法則があるんですが、おそらくこのスキル1のタイミングでの追加攻撃に関してはカエサル HP パーセンテージが高い相手に対する集中攻撃をするので、飛んでく追加攻撃の性質に関してもその HP パーセンテージが高い相手をサーチしてぶつけに行くのではないかなと予想してます。まあ、なんで今マイナス1ダメージだけ受けた李信は飛ばされて HP 満タンのレオニダスに攻撃が飛んでいったと。まあ、なんでこれカエサルスキル2の方が HP パーセンテージが低い相手に対する連撃になるので、もしかしたらスキル2の場合は敵を一撃で落としてしまった場合の次の攻撃対象 HP が低い相手に行くかもしれませんね。ちょっとそこまでは検証できてませんが、また分かったらメンバー限定動画なんかでシェアしていきたいと思います。はい、まあ、とりあえず長老なんかには引きつけられないということがはっきりしました。はい、そしてまあかなり強力な火力アップ要因、そして耐久アップ要因ついたことがはっきりしましたが、はい、その上でアクティブスキルと合わせて見ていきますか。はい、スキル1の方は HP パーセンテージが高い敵に対して 600% と筋力値 ×8 倍の防御無視攻撃で、さらに先ほどの遠差ダメスキルによる最大攻撃力 100% の防御無視攻撃が乗っかるということで、超強力な攻撃力ベース防御無視攻撃がここに加わる形となり、その6回集中攻撃ですね。はい、集中攻撃なんでハンニバルなんかの長老なんかに引きつけられないと。そっか、もしかしたらさっき追加攻撃は長老に引きつけられないって話しましたが、このスキル1が HP パーセンテージが高い相手に対する集中攻撃っていう性質の攻撃なんで、それになぞったから引きつけられなかっただけで、もしかしたらスキル2の方は集中攻撃キャラじゃないんで引きつけられる可能性ありますね、追加攻撃。はい、これに関してはもし確認できたら後編動画でシェアしますね。いや、細かいとこいっぱい見るとこありますね。
はい、まあ、ただただ威力はめちゃくちゃ上がっていると。で、敵の HP が 50% より高い場合、ダメージが倍になって、で、逆に敵の HP が 50% より低い場合ですね。で、かつ、白バフの単数が20ターンよりちっちゃいような、まあ、小規模の白バフの場合には、殴るたびにその単数をマイナス1ターンすることができるという、まあ、未だにかなり珍しい白バフ減らしキャラクターにカエサルはなってます。で、まあ、今回このカエサル白バフ減らししながら、はい、その追い込んだ相手に対して、罪悪制裁つけに行けるんで、まあ、罪悪制裁2ターン以下の白バフは、その白バフの効果を無効化できてしまうので、白バフ減らしとめちゃくちゃ相性がいいんですね。まあ、例えばナタなんかを殴っていって、ナタがレンゲ状態で戻ってきて、そのレンゲをマイナス1ターン1ターン1ターンっていう風にして、残り2ターンのレンゲにしてしまえば、あとは制裁つければそれ以上の致死ダメージ無視による踏ん張りは見せることができなくなるというような感じで、まあ、ヘルプにこんな感じでナタの連火なんかは自身が致命傷を受けた場合には残り単数を1ターン消費して致命ダメージを無視っていう風に、まあ、連火自体の能力として持ってるこの致命ダメージ無視なんかの効果を完全に消した上で落とせるんで、まあ、ナタなんかはより落ちやすくなりましたね。で、逆に例えばリシなんかは噴書の単数を消費することで致死ダメージ無視ができますが、あれはあくまでリシ固有の能力で、噴書自体の能力は受けるダメージをカットするだけになるので、リシの噴書の単数減らしまくって罪悪制裁つけたとしても、致死ダメージ無視自体はリシ継続してできてしまうので、あくまでこのダメージカット機能がなくなって柔らかくなるだけですよと、あ、いうような感じで、この制裁によって失う効果っていうのはこのヘルプに書いてあるやつだけと覚えておいてください。はい、もうもはや初心者殺しのスキルの複雑さになってますが、まあ、ガンガン致死ダメージ無視機能を停止させられるかっていうと、意外と一部の相手だけしか停止できないのでご注意くださいね。はい、ちなみにこちらちょっとデータ少しだけ古めですが、白バフになれる副将ちゃんたちですね。まあ、どんな白バフになるかっていうのを書いてありますが、はい、これ、まあ、この前の桃地丹波の時は特に白バフ減らしがあの子連撃でできるキャラクターとかではないので、まあ、桃地丹波の罪悪制裁によって困るキャラクターっていうのは割と限定的だったんですが、まあ、パーシバルの加護の効果がなくなるとか、モガンの夢中がなくなるとか、まあ、清少納言の夢中や諸行だったり、まあ、リシの抗議、まあ、これが一番でかいですね、が影響を受けるぐらいだったんですが、今回カエサルに関しては白バフの単数マイナスしながら殴ることができるんで、まあ、今まで安泰だった例えばタワラトータなんかが1回致死ダメージ無視を受けながら厳然の単数減らされて、で白バフ減らしも食らって5回致死ダメージ無視ができるのができなくなるみたいなことが起きたりする可能性が出てきているので、桃地丹波の時よりより強力にいろんな白バフキャラクターですねが影響を受ける形になるので、一つで、まあ、白バフ減らしと精査がめちゃくちゃ相性が良すぎるということで、また後で奥義なんかを解放しまくっていない現実的なサーバーで対マン戦やデッキ戦なんかでいろんな副将ちゃんと戦ってそこら辺の活躍見ていきたいと思いますが、まあ、かなり器用になりましたね。で、攻撃終わった後総ダメージ 30% HP 回復、まあ、これはもともと白線なんかの反射爆弾踏み抜きなんかに使えるいい回復機能ですね。まあ、火力も上がったんで回復機能も向上したと。で、スキル2の方が HP パーセンテージが低い敵に対して 800% から 2400% の6回攻撃を行って、敵の HP が低いほどこの 2400% の方にダメージが近づいていくという感じで、まあ、弱ってる相手に対するフィニッシャームーブができる副将だったわけですが、まあ、ここにも攻撃力ベース防御無視攻撃が乗っかるので、まあ、より撃破がしやすくなる形となりました。で、現環境では撃破というよりは致死ダメージ無視を与えるっていう、致死ダメージ無視をさせたり復活をさせることができるようになったと言った方がいいかもしれませんね。大体のキャラクターが復活や致死ダメージ無視があるの で、そうするとこのキャラクターの結婚スキルである致死ダメージ無視や復活させた時に追加の防御無視攻撃と聖護バフ剥がし制裁を飛ばせるという機能が発動するので、スキル2がやばい凶悪になりそうですね、火力面において。で、一応このスキル2はそれでも敵を撃破できなかった場合にはこのスキル1を追加発動するってことで、まあ、12回攻撃まで行くので、その12発全てが致死ダメージ無視や復活で処理された場合、その度に追加防御無視攻撃が発動するので合計24回攻撃に理論上なれると。まあ、なんで例えばナタなんかを殴っていて、ナタが致死ダメージ無視するたびに HP 増えていくんで、ナタに4回ぐらい攻撃使った後、まあ、このスキル2の方は集中攻撃じゃないので、ナタの HP が増えたことで攻撃対象がまた別の例えばタワラトータとかに変わって、今度はタワラトータを殴っていって、タワラトータも同様に致死ダメージ無視何回も消費していって、で HP が致死ダメージ無視するたびに増えるので、また攻撃対象が変わってみたいな感じで、まあ、意外と24回攻撃出るかもしれませんね、理論上は。はい、まあ、それも踏まえてスキル1スキル2の新しく乗っかった攻撃力と筋力値ベース防御無視攻撃の威力ですね、このゲーム内の他の副将ちゃんとグラフで比較していきましょう。はい、まず攻撃力ベース防御無視攻撃ですねまたやりましたね運営さん。はい、まあ、紫式部、はい、ここですね、ぶっ飛んでたんですが、もう一段同じ幅ぐらいぶっ飛びましたね。いや、もう全然ここら辺のリシとかケイちゃんとかここら辺めちゃくちゃ強いですからね、攻撃力ベース防御無視攻撃としてその倍以上ありますね、もはや。ちょっとイカれてますね、このカエサルの攻撃力ベース防御無視攻撃の威力。まあ、ただ今聖 MR が出てきた中で、まあ、生半可なインフレじゃ結婚キャラクター微妙かなと思ってたので、まあ、これくらい結婚キャラクターとして振り切ってくれるのは聖 MR に心配してた私としてはやや嬉しいかなって気も
持ちはあります。ありますが、これあくまでスキル2で12回追加攻撃が出た場合になるので、理論上はこれ出るんですが、まあ、ほぼありえないと思ってください。なんで実際にはこの黄色山以下の方が平常運転かなと考えると、はい、平常運転の範囲内である程度コンボが噛み合った場合の黄色い山で相当し直してみると、カイサルのスキル2が第2位、スキル1が第7位と、まあにしても強いですね。やっぱり上の方に張り付いてますね、はい、十分強い攻撃力ベース防御無視攻撃が打てそうなキャラクターとなってます、はい、これカイサルの場合はしかも正誤バフ剥がしができたり、敵に罪悪制裁つけて白バフの効果を無効化したりしながらのこの威力なんで、まあ、実質紫式部みたいな正誤バフ剥がしができないキャラクターに比べて、実際の運用で与えられるダメージっていうのは上に来るかなと考えると、まあ、実質ナンバーワンかなと言ってもいいかもしれませんね。これはただカイサルの場合はこの下ですね、急落がかなり激しく、はい、平常運転の範囲内であまりコンボが噛み合わなかった場合の緑の山で相当し直してみて、あでもそれでもここら辺に位置づけるんですね、まだ、はい、思ったより出ました、はい、十分上位ですね、まあ、ここら辺の値は敵に致死ダメージ無視を与えることに失敗した場合の山の高さですが、まあ、それでもこの高さなんですね、はい、十分ですね、はい、全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合の青い山で相当し直してみても順位あまり変わらずと、うん、ずっと上位キープできてるんで、まあ強いです。これは硬さもめちゃくちゃ硬くて火力もしっかりある、普通に今の MR 世代でトップレベルにどちらも持っているようなキャラクターになりましたね。正誤バフ剥がしもできますからね。いやこれは強いわ。まあ、ネックなのは結婚化までして伸びしろを全て使い切ったってところぐらいですかね。はい、ですがそれだけの犠牲を払って作ったスキル火力、さすがですね。さあそしてカエサルの筋力値ベース防御無視攻撃の方の威力のランキングですね。はい、こちらも上位つけてますね。同じくステータスベース防御無視攻撃ができる他の副将ちゃんたちとそのステータスベースダメージ倍率で縦軸にとって比較したグラフになりますが、また赤山第2位、帰国しに一歩及ばずぐらいですが、まあ追加のあの30倍の筋力値ダメージが乗りまくれば確かにこれぐらいいってもおかしくないですね。はい、スキル1の方でこの位置と、うん、これも帰国士のスキル1に追随する大きさということで、ちゃんとうまくコンボが決まった場合に限りですが帰国士並みという感じですが、まあ見てもらうとそうそううまくコンボは決まらないので、まあ、帰国士の方、はい、スキル2もスキル1の方も山が1段落ちてここだったりここに対してカイサルはガクンと、はい、どちらも大きく落ちてることがわかると思います。なんで黄色山見ていきましょう。広山で見てみると第5位、そして落ちてこの位置ですね。まあでも強いですねとは言っても、はい、じゃあ追加の筋力値30倍ダメージが出なかった場合の威力、または1回2回ぐらいしか出なかった場合の威力で見ると緑の山この位置だいぶ順位落ちてきました、はい、最後全てのコンボがうまく噛み合わなかった場合ですね、はい、これは全く追加ダメージが出なかった場合、まあ、これ普通のカイサルの筋力値ダメージのスキル1、昔のカイサルに戻るのでここですね。スキル2に関してはそもそも筋力値ベース防御無視攻撃が全く1回も出ずゼロになってしまうのでもう最下位ですね。まあただこの黄色い山ぐらいの火力出れば、まあ、帰国士にはここ負けてますが、カイサル攻撃力ベース防御無視攻撃もトップクラスに強いんで、とりあえず武将では下手したら紫式部抜かすぐらいの強さありそうですね。剥がしもできますからね、実質勝ってるんじゃないかなと思います。まあ、ただし敵に致死ダメージ無視を与えられるようなぐらいの戦いができる場合なんで、超格上だとか超正誤バフも盛られてそもそも1回も落とせなかったりしたら一気にこっちの緑や青の方に落ち込むんで、この不安定さを処理できるプレイヤーさんかどうかっていうところでややプレイヤーの腕が試される形になりますね。うん、まあ言うても 100% の攻撃力ベース防御無視攻撃が全段乗るんで、あんまり何も考えなくても致死ダメージ無視出しまくれそうですが、であと敵を撃破するたびに自身が 30% の HP 回復という感じで、まあ今回火力めちゃくちゃ上がったんでできればこっちは出てほしくないですね。はい、パッシブ見ていきましょう。HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージ、平凡の値で、はい、筋力レベかけ360、この値は、はい、こちらもともと高く準トップクラスですね。で体力の方レベかけ360、はい、今回ドレスによって体力値も上がっており、はい、こちら上から見ていってこの位置と、はい、体力持ち MR300 が多いんですが、はい、1段上にいるような感じで体力も増えました。で防御貫通が指輪によって今回増えて合計1400の固定値と、あともともと物理防御貫通はレベかけ15と優秀なやつを持ってるんで貫通も強いんですよね。すでにパッシブ優秀なんですよカイサルって。で HP 吸収 18%、 この値は、はい、上から見ていってこの位置と。でまあ HP 吸収流血に阻害されてしまうので回復できなかったりすることもあるんですが、今回、はい、ドレスによって状態上耐性が 25% 上乗せになって、もともと 75% だったのが 100% になりました。なんで流血にもややなりづらくなりましたね。はい、状態上耐性のランキングとしては上から見ていってこの位置と。まあとはいっても影や王戦将王みたいなここら辺の高さまではいきませんでしたね。はい、あと物理会心ダメージ耐性が地味にあって、まあクリティカルダメージにもちょっと強いという硬さいろいろ持ってますね。はい、上から見ていってこれはよくある平凡な値ですね。 60% カット。そして何よりカイサルはここですね、はい、筋力値ベース防御無視攻撃と攻撃力ベース防御無視攻撃に対して両方とも自分の物理防御力だったり防御力を使って割合カットができてしまうということで、まあ、これ例えば筋力値ベース防御無視攻撃の割合カットできるキャラクターっていうのは今100体以上 MR キャラクターいる中で15体、はい、これらのキャラクターだけになっており、かなり
り少ないんですね。でしかも初期のキャラクターだらけということで、最新のキャラクターには全くついていないと。まあ、この前の上泉信綱がここを持ってて、彼女もこれがあるおかげで硬さ作れてたりしますよね。ただ信綱はこっち固定値なんで、カエサル重要なこっちの方が、はい、より火力が爆発してくる攻撃力ベース防御虫攻撃の方にカエサルはこちらも割合カットで対応可能ということで、これダブルで割合カットできるのはカエサルだったりアーグス、あとは源の広政ちゃん、はい、ぐらいですかね、しかいませんね。はい、3体しかいませんということで、まあ、これが硬さに加担するんでめちゃくちゃ楽しみですね、ここ。はい、あと復活ができて3回まで復活ができて 50% の HP 回復で場に戻ってくると。はい、まあこれ回数的にはちょっと少なく、今5回だとか4回なんかが割と当たり前の環境下の中、まあ3回にはなってますが、まず回復量 50% とやや同じ3回の人たちと比べたら大きくなっているのと、まあブリュンヒルドには負けますが、あと玉壁がつくんで実質ブリュンヒルドみたいに6回分さばける可能性があるんですよね。なんでここ33と書いてありますが、まあ36と言ってもいいかもしれませんね。はい、ということで硬さも十分にあると。はい、ということで、まあカエサルちゃん結婚化してナイスな進化を遂げましたね。最近セイマールが出てきて結婚化期待感が一気に薄まりましたが、まあちゃんとその基準ぐらいには持ってきましたね。まあただあくまで今初期のセイマールにはキャッチアップできてるっていうぐらいなんで、まあ今後インフレが進むであろうセイマールの環境下においてはまた突き放されていってしまうのかなというふうに考えると、カエサル今回でもう結婚化まで使い切ってしまったので、伸びしろとしては一旦打ち止めという形になるので、まあ私的にはめちゃくちゃ強いキャラクターなんですが、焦ってリソースが足りないのに投用するとかそういった判断はしない方がいいかなと思います。まあ、カエサル出た当初投用しててガチガチに育てていた方向けですね。ですが一応この後分析後編動画の方でこのキャラクターの戦役だったりボス戦白戦や対人戦なんかの総合評価、そして、はい、改めてやっていくのと、あと対マン戦やデッキ戦の映像なんかも追ってお届けしていきますので、はい、合わせて楽しみにしていてください。で後編動画までしばらく時間があるので、このキャラクターに対する追加の質問だったり詳細依頼があればコメント欄に書いていただければ間に合えばやっていきますので、コメントの方もどしどしよろしくお願いいたします。あとグッドボタン押してもらえるとそれを横目にテンション上げて動画収録することができますので、1回ねタップするだけでいいのでグッドボタン押してもらえるとマジで嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それでは。